はい、どうもこんにちは。サイガチャンネル委員長のサイガです。今日もバリバリ20話をよろしくお願いします。はい、では今日はですね、また幕開けさんの方からの、クラウドファインディングですか、そちらの方が届いたので、ちょっとねどんなもんなのか実際、見ていきたいと思います。はい、大きさねこのくらいになります。入れ物ねちょっとかっこいいですね。こんな感じになってますね。はい、よいしょ。なんか入ってますね。内容物、まあこれね今空になりましたのでね、内容物は、このおそらく本体が入っているであろうものと、あとは、何でしょう、これなんかプラスチックの何かしらが入ってますね。はい、と あとは説明書が入ってますね。はい、これ何かというと、携帯電話用のゲームパッドですね。携帯電話の横にこうね、つないで、Bluetooth ですかね、か何かでこうね、つなぐんだと思いますね。はい、一応、スマートフォンゲームパッド、シャークス S5 というものになりますね。あ、そうですね、やはり Bluetooth、Bluetooth で、パソコンやスマートフォン、テレビと自由自在に互換マッピング可能となっていますね。はい、これがどんなものなのかと思います。はい、あとはアプリが必要なようですね。はい、Android アプリですね。私のやつは Android なので、Google ストアから、ダウンロードするような形になるんだと思います。では早速ねちょっと開けていきたいと思います。まずはね、ちょっと付属品ね、これですね。お、切れちゃった。よいしょ。これを購入申請したのって、多分1月くらいだったような気がします。昨年末じゃなかったような気がするんですが、はい、もうそのタイミング、その時点で、3月以降になりますよ、っていう内容は、いただいてたので、これですね。これおそらくこうパッドの何か付属品、こう端っこに来るんでしょうね。こうね、はい、そういう感じのものが別体になってました。開けていきますね。はい。よいしょ。はい、開けるとこんな感じにねなってますね。はい。これが本体ですね。あら。また中に、予備の、これは電源コードかなんかですかね。はい、多分 USB コードかなんかだと思いますね。はい、あとはこれちゃんとねケースに入ってます。合皮ですね。合皮のビニールケースかなんかにね入ってますね。シャークスと、はい、書いてあります。はい、結構ちゃんとしてますね。はい、持ち運びができるようになってるんですね。なるほどなるほど。でまた中の方にも説明書が入ってますね。はい、これがねどんなもんなのか、クイック設定、スマートフォンの取り付け方、なるほど。こう私のね携帯の方がちょっと大きめのものになるので、はまるかどうかはねちょっとわからないんですが、ちょっとね今はまるかどうかだけチェックしましょうか。でまずねこれ開けていきます。開けていきますね。はい、よいしょ。物自体はこちら、ケースの中にはこの本体のみ入ってましたね。こういうものになります。はい、こう基本ね私あんまり普段ゲームしないんですけど、一応なんとなくこうネタにならないかなと思ってね探してこれ見つけてみました。はい、これは多分分割されるんでしょうね。あ、なるほど、これ伸びますね。はい、バネ式です。挟み込むんだと思います。結構ね大きめに開きますね。だいたい開く幅自体はどうでしょう。よいしょ。思いっきり開くとだいたい14センチくらいを開くみたいですね。まあ、もっと開くのかな。一応説明書の方には、16.5 ミリ
16.5 センチですか、はい、までは開く模様です、はい、なのでほとんどのね携帯はここに収まるんだと思います、はい、私の携帯です、はい、これね、なんて言ったかな、まあ、フリップタイプのものですね、はい、ギャラクシーになります。これあのギャラクシーの S3 って言ったかな、はい、これが、こっち側だとね、反応いいんですよ、反応いいんですけども、開くとゲームなんかするとこっちの反応が実はあまり良くないんですね、はい、なのでそれがこう設定なのか何なのか、あとは新しいこう、ね、プログラムダウンロードして本体の OS 書き換えかなんかしてそれで変わるかなと思ったらあんまり変わらなかったんで、はい、ちょっと心配ではあるんですけど、でこの状態でハマるかどうか、一応ねハマりました、はい、こういう感じでねハマりました。真ん中でもいいんでしょうけども、はい、この携帯ね途中中折れになるんでこういう感じでもできるんでしょう、はい、こういう感じでね、はい、できるんでしょうけども、まあ基本的にねこれでゲームやったことないんでこういう感じに使っていくんだと思います。Android であったりとかの切り替えですね、こちら Android なのか Windows なのかテレビなのか、あと設定であったりとかここの切り替えで、するみたいですね、はい、で、あとは、今ねちょっと充電してるんですけども、はい、あとは電源ボタンがこちらですね、はい、電源ボタンがここにあって、あとは電源を入れることによって、ここの Android の切り替えの表記がここにね出るみたいです。 Android につながっているときには、こちら見えますかね、この青い表示が右に2つ並ぶようですね、その他の表示というかね切り替えのときには、例えば Windows だと両端が1つずつ、あとは iPhone や iPad だと、左端とあとは右から2番目の、ポイントが光るみたいですね。あとはアンドロイドマッピングモードですかね、設定なんですかね、はい、そうすると一番左が光るみたいですね、はい、一応電源を入れてからこの底面のところに、これは Bluetooth の接続ボタンありますんで、はい、そちらで Bluetooth の方の、まあ、選択をしていただくと、こちらに Sharks S5BAndroid っていう形で出てきますんで、はい、なので、それで、まあ、設定が終わるような感じですね。あとは Google 経由で登録っていう形になるみたいですね、はい、実際に、レース画面の方に進んでいくと一応、ね、音楽は、ね、出さないでおきますけども、はい、どれかボタンを押してスキップという形、2、1、このね、ゲームの場合には、アクセルボタンがどうやらこの、この端のボタンっていうんですかね、はい、になるみたいな、この人差し指のところのボタンみたいですね。一応問題なく、はい、できるみたいですね。ちなみに左のボタンでもできます。あ、違う、左はブレーキだ。今までこのゲームでブレーキ使ったことないんですけど、ブレーキも効くみたいですね。じゃあこの上のちっちゃいボタンはっていうと、まあアクセルですね、どっちもアクセルみたいですね、はい、ですね、はい、おなんかやっつけたみたいですね、はい、なのでね、ゲームをやるに関しては、私のねこのギャラクシー、Z フォールド3ですか、は非常にね、今のところ相性はいいのかなと思います。画面がねちょっと大きいので、はい、なのでゲームやってる感覚っていうのはかなり強めに出る感じがしますね。はい、でこの合成ですね、
はい、裏側がちょっとね一時停止しますけど、お、一時停止ができないぞ。どれかな。あ、できた。はい、このスタートボタンでね一時停止ができるみたいです。はい、ちょっと便利かもしれません。ただちょっとね、この Z フォールド3がめちゃくちゃでかいんで、剛性感がちょっと怪しい感じがします。はい、このねペラペラ感、ちょっとね、羽をバタつかせるようなね感じで動いてしまうので微妙かなっていうところはあります。はい、ただね使い方自体は意外にいけるのかなと。あとはもしかしたらね、ここまで重い携帯、あとは大きい携帯なかなかないと思うので、なので場合によってはね、何かここに板かましてあげた方がいいのかもしれないです。で、付属品ですね、付属品は多分ここにねつけるようなものになると思うので、こうですね。はい、でも多分この付属品をつけて、上げた方がしっかりと固定できると思うんですけど、もしかしたら これ入んないかなと思います。はい、そうするとねちょっと持ち歩き用にはどうなのかなってところがありますので、その辺はね、各自、微調整していただければなと思います。はい、そんな感じですかね。はい、ではねゲームの方再開していきたいと思います。ぶつかっちゃった。はい、ね、だいぶね動きはいいのかなと思います。はい、携帯傾けたりとかスワイプしながらやるゲームとはちょっと一味違うかなと思いますね。良かったのかなと思います。はい、もちろんねこれ簡単に外せますんで、こういう感じで、でコンパクトにこういう感じになります。はい、で箱に入れるとこんな感じ。はい、以上になります。はい、では、気に入っていただきましたら高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではバイバイ。